イルマイナス38イルマイナス38ソビエト軍の機体1986年の撮影イリューシンイルマイナス38はソビエト連邦のイリューシン設計局で開発されたターボプロップ紹介機である原型となったのは4発ターボプロップ旅客機イルマイナス18で後に対戦紹介機として生まれ変わったこれは ロッキードの P-3 オライオンとキオイチとするため、ロシアンオライオンとも呼ばれる。イル -38 の存在は1970年に西側にも知られたが、実際は1967年から量産されていた。旧ソ連時代には北、大西洋やバルト海を紹介していたが、時にはイエメンやリビア、シリア等の中東にも派遣され、地中海、航海、 インド洋にも姿を見せた。2010年代以降は日本近海にも姿を見せ、航空自衛隊機によるスクランブルが行われている。2018年11月8日には、L、イル -38N も確認された。20以上の国で運用された P-3 とは対照的にイル -38 はソ連海軍とインド海軍に配備されたのみである。 ソ連海軍のイルマイナス38は、ロシア海軍に継承され、改装されつつ運用されている。イルマイナス38では、深淵断面の胴体は、原型の旅客機イルマイナス18と、基本的に変わらないが、心位日の変化に伴い主翼が、前よりに取り付けられている。胴体後端には、マッドのブームが、 機種仮面にはマッシュルーム型のレドームが張り出し、機体各所にイズム等のアンテナが見える。主な武装は、対戦ホーミング魚雷、爆雷、機雷で、主翼キャリーする前後の並走米に、その部位と共に収容する。また、KH-35 空対艦ミサイルをくかに、搭載することも可能。 飛行するイルマイナス 38N インド海軍のイルマイナス 38SD ロシアインド航空技術博物館で展示されるイルマイナス381機のイルマイナス38がウクライナルハーニッシクの航空技術博物館で屋外展示されているイルマイナス38オンメンズ使用単位についてはウィキペディア、ウィキプロジェクト航空、物理単位も参照 abcdefghijk ボルスト、マルコ pj、イリューシンイル -38 名、ザロシアンオリオン。エアボーンログ。89、http://www.p3orion.nl/.il-38%20 コロンススララッッシシュュスラッシュダッシュ名、pdf、ロシア機の日本海における飛行について。統合幕僚幹部。 https://www.mod.go.jp/.js/.press/.press2018/.presspdf p2018110801 pdf2021 年12月19日閲覧アメリカ海軍ザ・ US Navy ファクトファイル P-3C オリオンロングレンジアストワットエアクラフト2013年6月10日閲覧ロッキードスタンダードエアクラフトキャラクタリスティックス P-3C アップデート22013年6月10日閲覧ボーイングディフェンススペースセキュリティ P-8A オーバービュー2013年6月10日閲覧ボーイング p-m-y-l-i-t-o-d-a-y.com ボーイング p-8 ポセイドンマリータイムパトロールアークラフト2013年6月10日閲覧ボーイング p-8 クイックファクツありがとうございます